わがままハイスペック。はい、どうもざわと申します。わがハイ実況続きからやっていきましょう。コンティニュー。いや、前回は最後の方に猿たち見られちゃったよね。秘密のまあ密談うん、みたいなの、まあ、カオル子さんとのね、話だったんだけど、まあでもいずれはバレると思うから、まあそこら辺どうなっていくのかというところ楽しみですね。じゃあ見ていきましょう。今日は特別な依頼相談はないらしい。とは言ってもあれだけの量を処理したにもかかわらず、まだまだ大量の投書が残っている。で、くだらない投書も入っていると。もちろんなんならちょっと増えてる気さえするぐらいだ。おお、そんなわけで俺は本日もせっせと投書の処理を行っていた。よくこんなに投書が来ますね。一部セクハラ問答があるとはいえ、この投書の量だ。生徒会の注目度の高さが伺える。てかもうそのさ、セクハラ書いたやつさ、先生にさ、出してさ、こういうやつが出してたんですけど、みたいな。あ、そっか、名前とかって書かなくて匿名でいいんだっけ？匿名でいいの、えぐいな。伺えると。そうだね。でも、一時期はもうちょっと多かったかな。特に男子からの投書が多かったですよね。でしょうね。これ以上ですか。それはすごい。頼りにされてるんだな、生徒会。頼りに、どうなんだろうな。あ、でも内容は相談じゃないの。え、それじゃあ何です？生徒会に入りたい男子からの投書。自己アピール文も添えてね。おお、いや、いいじゃん。ああ。そういえば猿が言ってたな、あまたの男子が撃沈したとか。ああ、まあなるほどね。紙で来ちゃったパターンか。直接言いにくい、いやでもどうなんだろう。まあでも直接言いに行くようなやつはなかなかいないか。さすがに俺も今日友達から聞いたんですが、本当だったんですね。それはもうすごかったわよ。全員蹴散らしたけど。アーシェさんがか。蹴散らしちゃったか。群がる男子を次々と追い返す桜木の姿が目に浮かぶようだ。そんなに入会希望者がいたなら、一人くらい適性のある男子いただろう。桜木の審査基準が厳しすぎたんじゃないか。失礼ね。特別厳しくした覚えはないわよ。カオル子先輩目当ての下心丸見えな男を落としていっただけ。そしたら全員だったと。そしたら誰も残らなかった。それだけの話よ。そうか。下心のある男しかいなかったか。あれ？そうなると先輩がここにいるのっておかしくないですか？まあね。と、それまでおとなしく事務作業をこなしていたみひろが余計なことを言い出した。おい、どういう意味だ？だって先輩、どう考えてもカオル子さん目当てじゃないですか。めったなことを言うなよ。本気にするやつが出てくるだろう。うん、特にその金髪の方とか近くにいる。なるみくん。それは本当かしら。もうすごいな。もう護衛だよね。アーシェさん、ほら見ろ。いやいや、みひろの妄言だから本気にするなって。でもあなた、カオル子先輩に誘われたから入ったようなものだし。うん、本当はカオル子先輩のこと。あ、でも誘われたからな。こっちはもうゴリ押しして誘って、折れたとかじゃないからな。違うわ、考えすぎだ。あ、コウキ君、私目当てだったの？ちょっと照れちゃうな。ああ、やばい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 。もう立場が。それされると立場が。会長は照れ照れと両手に頬を当てている。うわー、演技臭い。会長分かってやってるでしょ、これ。ちょ、会長までやめてくださいよ。そう。そうだ、なるみくん。うん、後でちょっと話があるから、残ってもらえるかしら。うん、こっちはちょっと話がないから、忙しいんで帰ろうかな。やばい、桜木の視線から殺意を感じる。いやー、俺ちょっとこの後大事な用事があってですね。そう？だったら用事が終わるまで待っていてあげるわ。それならいいでしょ？その後じっくり話し合いましょう。いやでも本当に用事があるんだよな、でも。先輩って本当面白いですね。カオル子先輩同伴なら。おい、誰のおかげでこんなことになったと思ってるんだ。諦めてください。
私、先輩をいじるために生徒会に入ったところありますから。うわぁ、片身攻め。全員いじってくるよ、これ。動機が不純すぎるだろう。こいつこそ真っ先に落とすべき候補者だったんじゃないか。でも、みひろちゃんが入ってくれたおかげで、また生徒会が賑やかになったね。まあね。はい、先輩を使った賑やかしなら任せてください。よし、やめよう。もうこの生徒会ダメだもん。精神が怒りちまう、これ。俺を巻き込むな。なるみくん、話はまだ終わってないんだけど。オーバーキルです、こっちは。いや、まあ会長の言う通り、生徒会が一段と賑やかになったのは間違いないな。もうこのね、いじられ役になるというね、主人公。アーシェさんは割とガチというね。あ、いたたたたたた。情けないな。男の子なんだから、俺くらいでへばってたら、カッコつかないわよ。お？どうした？ダンボール20箱も運ばせといてよく言うわ。しかも重いのばっか。うわ、20箱はえぐいね。感謝してるって。お礼に缶コーヒーもおごったじゃない。割に合わねえ。あれから俺が生徒会に入ったことをどこからか聞きつけた委員長に頼まれ、委員長が所属する演劇部の備品運びを手伝ったわけだが、一つ一つがなかなかの重量な上、男手が足りないとのことで、ほとんどの荷物を俺一人で運ぶ羽目になり、なんとか運びきったものの、普段の運動不足もたたってか体のあちこちが痛い。もうちょっと体鍛えた方がいいかもな。この年でこれだと将来が心配になる。まあな、もうそもそも細いやつだとな、きついよね。委員長は筋肉ってあった方がいいと思う？筋肉？どうだろう、嫌いではないけど、ムキムキすぎても困るかな。やっぱそういう感じか。でも程よい筋肉ならあって損はないと思うよ。特にナルミの場合、その感じだとつけた方がいいんじゃない。やっぱ細身か。筋トレか。野球やってた時以来やってないかも。あ、野球やってたことあんの？ナルミ野球やってたんだ、意外かもね。少年野球だけどな。そういえばもう長いことキャッチボールもやっていないな。なんかでもそうだな、そう考えると俺と結構境遇似てるかもな。俺もね、野球やってて、小学校のそのなんかクラブみたいなの入ってたんですけど、まあ骨折してやめちゃいましたね。いや、懐かしいな。それってもしかして肘の爆弾が爆発したとか、子供をかばってトラックにはねられたりとか。いやいや、そんな大したことはなくて、家のこととか他のことに興味が移っただけだよ。やっぱ怪我とかね、そういう他のことに興味が移ったりとかでやめちゃうんだよな、結局。確かに野球から離れたきっかけの一つに怪我もあったが、別に選手生命に関わるほどのものでもなかったしな。おお。なんだ、つまんないの。2年3組、なるみこうきくん、大至急生徒会室までお願いします。おお、どうした、大至急。繰り返します。2年3組、なるみこうきくん、大至急生徒会室までお願いします。なるみこうきくん目立つんで、大丈夫です、1回で大丈夫ですよ。今の会長やけに慌ててたような。わざわざ放送で呼び出すくらいだ、何かあったのかも。人気者だね。モテる男は辛いね。本当にモテてたらよかったのにね。本当だよな。手伝ったんだから今日くらいおだててくれてもいいのに。生徒会に入ってデレデレしてるナルミには厳しく当たるくらいでちょうどいいの。ほら、ぼーっとしてないで早く戻らないと。女の子を待たせるとバチが当たるわよ。そうするよ。じゃあまた。今日はありがとね。また何かあったらよろしく。ただいま戻りました。おかえり、こうきくん。どうしたんすか。ごめんね、急に呼び戻しちゃって。何があったんだろう。いや、ちょうど依頼の方も片付いて戻る途中だったんで、もう段ボール20個運んでコーヒー飲んで。それより何が。怖っ、どうしたの。え、ゆかりさん、そんなところに立って何してんすか。いや、でもこうやるとなんか遠近感でなんかリアリティあんな。うお。ふと横に視線を向けると、岩隈先生が出がらし状態で机に突っ伏していた。なんかあったのか。ちょっと心をえぐられるようなことを男性か誰かに言われたんでしょうか。どうしたんですか先生。他人に見せちゃいけない顔になってますけど。ダメだ、
完全に溶けてる。いつもの強気な雰囲気は鳴りを潜め、まるでこの世のすべてに絶望したような状態だ。それがね、岩隈先生に届いたメールにウイルスが仕込んであったみたいで。おい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 、それってまさかウイルス？これよ。何これ。桜木が指さした PC の画面上では何やら奇怪な魚が悠々と動いていた。あれ？これ見たことあるな。確かシーラカンスだっけ。おお、こんなの直接消せば良さそうだけど。マウスカーソルを動かしてシーラカンスを右クリック、削除を選ぶ。すると、削除していいのかい。うん、俺は絶滅危惧種なんだぜ。えぐいね。これはえぐいね。喋った。そしてうぜ。おいす。お、デボンキーライじゃん。何してた。めっちゃ好き。なんなら好き。いや、ちょ、一家に一匹欲しいな、このシーラカンス先輩。そういうことしているうちに、シーラカンスは仲間を呼んで、デボン期の思い出話に花を咲かせていた。この調子でどんどん増えるのよ。えぐいね。これはうざい。このお魚さんが邪魔で、全然操作できなくって。しかも学園のネットワークを介して全部のパソコンが感染しちゃったみたいなのよ。ちょっとあれだな、覚えがあるな、そのやった人に。もしかしたらだがな。え、学園全部が？全部か。これが噂のサイバー攻撃ってやつか。最近流行ってるとニュースで聞いたことがあるが、まさか自分の学園がその標的にされるなんて思いもしなかった。いや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 、もうしてるやろ。お、身内がしたやろ。私のせいだ。いや、こういうのは先生が悪いわけじゃありませんよ。そう、元ヤンのあなたでも2秒で出会えますなんて賢明じゃなければ。クリティカル。まさしくクリティカルですね、それは。やっぱり反省しろ。誰がどう見ても怪しさ満点でしょうが。それにしても、やけにピンポイントな件名だな。先生が恋人募集中なの、どんだけ有名なんだよ。いろいろ試してみたんだけど、私たちじゃどうにもできなくて。コウキ君なら、もしかしたらって思ったんだけど、どうかな。すみません。俺もこういう方面は疎くて。ですよね。ですよね。全くその通りなんだけど、なんか腹立つな。さっさと修理依頼出した方がいいんじゃないですか。これは素人じゃどうしようもないですよ。ダメだった。ダメだった。え？実はコウキ君が演劇部に行ってる間に、もうウイルス駆除専門の業者さんに来てもらったの。おい、マジかよ。業者さんでダメ？なら。お手上げ出そうよ。やるだけやったみたいなんだけど、私たちではどうしようもありませんって帰ったわ。もう侵食されたか。もうどうしようもないか。どうしようもないじゃ困るんだよ。ウイルスに感染しただけならともかく、こんなメールが原因だと校長たちに知られたらなんて言われるか。確かに。事の発端がな。知りませんよ。素直に怒られてください。だけどこのまま放置しておくわけにもいかなくて。な、誰でもいいんだ。解決できそうなやつに心当たりはないか。心当たりしかないけど。そう言いましてもね、専門家でもお手上げなのに、そうホイホイ解決できる人材がいたら苦労しませんよ。パソコン、ウイルス、専門家。あ、心当たりがあるのか。なあ、みひろ。ん？ああ、なるほど、確かにいますね、解決できそうな人材。通じ合うね。誰のこと？二人の知り合いなの？はい。とは、俺の妹ならなんとかできるかもしれません。そういえば妹がいるって話してたわね。うん。でも業者の人ですら白旗をあげるほどよ。一学生の力でどうにかなるものなの？確かにね、業者以上の知識持ってるってなかなかよ。私もとうならなんとかできると思いますよ。こういうの詳しいですし、頼んでみる価値はあると思います。コウキくん、なんとか協力してもらえるよう、お願いできるかな。了解です。ちょっと聞いてみますね。とは言ったものの、こんな面倒くさそうな案件引き受けてくれるかどうか。いや、でもどうなんだろうな。あのメール送ったやつが、まあ、おそらく、まあ、普通の、
こう、スパムメールみたいな感じになったのかな？だから、トアさんの仕業ではない可能性はあるのかな？どうなんだろう？妹のトアです。それです。それです。意外にも電話するとトアはすぐに来てくれた。おお。絶対面倒くさがると思ったんだけどな。珍しいこともあったもんだ。かわいい。かわいいっしょ。本当に兄弟なの？相当に毒舌だけどね。すごい毒舌よ。よく言われます。なんでみひろが答えるんだよ。まあ、二人の共通点って肺呼吸だけですもんね。血のつながりがあるわ。ここぞとばかりにいじってきやがって。うん。トアは生徒会の面々が気になるのか、チラチラと周りを見回している。でもあれだよな、なんか、やっぱお兄ちゃんの周りの人間をしっかり把握してる感じがするやん、トアさん。怖いな。まるでパソコンのウイルスよりもそっちの方が気になるかのように。それにしても、真っ先に妹に頼るなんて、さすがのシスコンっぷりですね。ねえ。みひろだってトアのこと思い浮かべたんだから、シスコン関係ないだろう。真っ先に。そりゃそうだろう。こういう時はトアが一番頼りになるからな。おっと？トアはくるくると自分の髪を指に巻きつける。お、これは？あれは機嫌がいい際に見せる、時々見せる仕草だ。PC 関係の問題だし、割と乗り気なのかもしれない。あー、なるほどね。これ覚えておこう。くるくるとな。どうだ？お！直せそうか。めっちゃいい一万円。わ、めっちゃいいな、この一万円。共有ネットワークにウイルスが侵入してるっぽい。やばいじゃん。共有ネットワークに？それって倒せるのか。2分はかかる。2分で？頼りになるな。なかなかセンスのいいプログラムだけど。うん。こうすれば。華麗なキーボードタッチは俺たちの視線を釘付けにした。細い指がカタカタとキーボードの上を縦横無尽に走る。さすがと言うべきか、目にも止まらぬ速さで次々とプログラムのソースコードを打ち込んでいった。俺には理解できない文字列がずらーっと並び、いくつものウィンドウが展開しては消えていく。もう天才じゃん。すごい。すごいなぁ。幼き頃からずっと触ってきたか。触手みたいに手が動きますね。なんか嫌だからその言い方やめろ。こんなに忙しく切り替わる画面、初めて見たかも。ただのジョークソフトみたい。情報漏洩の心配はないよ。あー、なるほどね。嫌がらせか。ジョークソフトって単なるいたずら用のプログラムだったか。シーラカンスパイセン？ちょ、シーラカンスパイセン惜しいけどな。なんか害がなければな。さすがだな。もうウイルスの正体を見抜いたのか。別に大したことじゃないよ、と。白魚のような、白魚のような手がエンターキーを叩き、画面がデスクトップに戻るとそこにシーラカンスの姿はなかった。終わった。早っ！どうです？トアにかかればこんなものです。なんでお前が誇らしげなんだ。ちなみにあのウイルスはどんな問題を起こしてたんだ。さっきジョークソフトって言ってたか。別に、たくさん増えてデスクトップに居座るだけ。面倒なだけってやつね。ああ、それなら大きな問題にはならなそうですね。何にせよ、被害が大きくならなくて助かった。ゆかり先生、ちょっと頼みますよ。なんならちょっともらいましょうか。あとは放っておけば、他のパソコンのウイルスも勝手に削除するようにしといたから、ついでにいらないソフトとか溜まったゴミも消しといた。直すだけじゃなくて、そんなことまでしてくれてたのか。ただでさえスペック低いのに、ファイルとかもぐちゃぐちゃでひどいことになってたからね。あるよな。これで動作も軽くなると思う。結構やっぱ、その整理とかね、そのプロとかじゃないから、その、こう、そういう人も、なんか大学とかでもね、結構整理整頓できない人とかもいて、いやー、あるんだよな、そういうの。やるな、大したもんだ。まあね。と、トアがこっちをじっと見上げてきた。ん？どうした？なるほど。なんだろう、トアの視線から無言の圧力を感じる。まるで私の異業に対して何かコメントはないの？と言われているような。すごい手さばきだったな。来てくれてよかった。なんだこれ。すごい手さばきだったなはえぐいだろ。まあ来てくれてよ、助かったよな。
うん。これも素直にこっちでよくないか。ありがとな。わざわざ来てくれて、助かったよ。これくらいなら寝ててもできるし。俺たちを助けるために来てくれたこと自体が嬉しいんだよ。やっぱりトアは頼りになるな。うん。うん。これは出れたらえぐいな、マジで。トアがまた首を、あ、髪、首をくるくるはえぐい。髪をくるくるし始めても、ロックロックになっちゃう。どうやらお気に召すコメントだったらしい。よろしいと。みんなお手上げだったのに、こんな簡単に解決しちゃうなんて。もしかして、トアちゃんって逸材？自分で独自 OS を組み上げたこともあるくらいですし、間違いなく才能はあるんだと思いますよ。独自 OS。OS って、Windows とか、Mac とかのことよね。個人で作れるのね。もう Windows に関してはもうそれやん。Windows に関しては Mag はまだいいけど、やろうと思えば誰でもできるって言ってたけど、 Linux みたいなやつ。トアの言う誰でもって信用ならないからな。本当にありがとね、トアちゃん。うん、私たちじゃどうにもできなかったわ。あ、ねえトアちゃん、生徒会に興味ないかな。全員集合じゃん、それをなると。会長の言葉に俺は目を丸くした。トアが生徒会メンバーに？最近はパソコンを使って作業することも多いんだけど、私もアーシェちゃんも慣れてないから、どうしても時間がかかっちゃって。トアちゃんくらい得意な子が入ってくれたら、とっても助かるんだけど。どうかな？まあでもそうなると、ちょっとね、いじられ役として肩身さらに狭くなるな。私は賛成です。うん、私もいいと思います。まあ、能力的にはね、全然賛成よな。今なら漏れなく先輩もついてくる。うん、俺はセットのおまけか。でもトアがいてくれたら生徒会の仕事がもっと楽しくなると思いますよ。まあでも身内がいるから安心はできるな、こっちは。なそうだけど、どうする？お兄ちゃんはどうなの？お、なんで俺に聞くんだよ。いいから早く答えて。俺の返答次第で決めるつもりなんだろうか。正直めんどくさがりのトアに生徒会は向いてないと思うんだけど、ただこの反応を見るに本人もまんざらでもなさそうな雰囲気だ。嫌なら頼まれようがバッサリ断るはずだし、トアの実力は間違いないし、何より会長たちがトアに入ってほしいとお願いしているんだ。俺に反対する理由はない。俺個人としてもトアが入ってくれるというなら心強いし、俺もトアが生徒会に入ってくれたら嬉しいぞ。ミヒロもいるから居づらいってこともないと思うし、やってみたらどうだ。そっか。いつものようにそっけなく返事をしてから会長の方へ向き直り、わかった、いいよ、生徒会入る。本当に？本当に？やったー、ありがとう、トアちゃん。熱いね、もう全員集合しちゃったね。そしてそう言ってトアを抱きしめる会長。気のせいだろうか、桜木の目が物欲しげに輝いているような。あそこ変われみたいな。苦しい。まあでもなんかあれだよな、アーシェさんとカオルコさんのユリはなんかあんま見たくないな。なんかあれだな、顔、特にカオルコさんなんかユリっぽくないんだよな。嬉しくてつい。苦しむトアに気づいて抱きかかえた頭を離した拍子に会長の大きな胸がたゆんと弾む。いいですよ、先輩も私の胸に飛び込んできて。ちゃんと見てるね。別に羨ましいとか思ってないし、谷間に顔を埋めながら会長に優しく頭を撫でられたいとか考えてないし。願望だだ漏れな上に、ものすごく声裏返ってますけど。なるみくん？聞かれてるね。じゃあ冗談だって。そしてトアさんじゃない、トアさんが？発言には気をつけなさい。あなたは冗談のつもりでも、相手がそう受け取るとは限らないわ。私の胸が空いてるっつってこう出してきたら面白いな。怖え。笑顔だけど目は全く笑ってなかったぞ。事故でも同じような状況になったら消されかねないな、これ。ミヒロ以外にもセクハラするなんて、お兄ちゃんも成長したね。毒づかれた。
今の流れのどこに成長感じたんだよ。でもよかったのか？何が？いや、生徒会なんていかにもめんどくさそうなのにあっさり引き受けて、後になってやっぱり辞めるとなると俺はともかく会長たちに迷惑をかけることになる。決断に水を差すようなことはしたくないが、とあの考えようによっては言うだけ言っておかないと。何言ってんの、めんどくさそうなことは全部お兄ちゃんがやるに決まってるじゃん裏方だけってこと？そんなことだろうと思ったよ。何にせよあのトアが自分の意思で生徒会に入った、これは喜ばしいことだ。これを機に少しは学園生活にも興味を持ってくれるといいんだが。なるみ妹も生徒会入るのか？なるみ妹もな。はい、これで生徒会のメンバーは5人ですね。じゃあ加入届を印刷するからちょっと待ってろ。ん？先生が作業する姿をぼーっと眺めていると、画面の片隅で開かれたままのメールが目に入った。あれ？このメール。ぼーっとして、どうしたのお兄ちゃん。え？いや。あ、まだ残ってたんだ。あ、おい。トアは PC と先生の間に割り込むと、静止する間もなくメールを消してしまった。メールまで消す必要があったのか？気づかなかっただけで、変な仕掛けがあったら面倒いじゃん。残しとく必要もないしね。まあ、そうか。曖昧にうなずきながらも一瞬見えたメールの内容が頭に引っかかっていた。お？あ、見えてたんだ。どこかで見たような気がするんだが。なんだ。え？ただいまー。どこかで見たようなメールの内容、ちょっと気になるけど、じゃあ、今回はちょっと短いけど、ちょ、撮ってる時間が時間なんで、ちょ、短いけどね、ここまでにしようかなと思います。いや、トアさんも加入と。生徒会も賑わってきましたね。そして、次回は、この、なんだったっけ、カフェだっけ、喫茶店のね、ところということで、どうなっていくのか、次回も楽しみに。それでは、バイバイ。